掃除機のルンバ、アイロボット。ルンバ？ルンバだよね。ルンバを買ってきました。で、なんか i3 プラスっていう、型式なんですが、本体、掃除機の本体が自動的にこれ充電されるんですけど、その、本体に溜まったゴミがこのなんか本体の上にあるこのボックスみたいなところに吸い上げられて、だからそんなにこっちの多分本体の方のゴミはあんまり入らないんだけど、こっちに、毎回吸い上げられるので、毎回毎回そのゴミの、片付けをしなくていいと。だいたい2ヶ月ぐらいはこの、大きなボックスの中に溜まって、まあ、ちょっと楽ができるという感じみたいです。よし。で、なんかルンバはやっぱりそのこうカーペットの掃除にはすごく強いという、まあ、インターネットの記事を見てこれにしたんですけど、ちょっとどうかな。はい、これで、なんだ、いろいろ入ってるぞ。これが本体かな。これが本体じゃなかろうか。それで、うわ、なんかいろいろ入ってよくわからん。なんだ。うわ、なんだ。ん？ああ、いいよ。2号で。あ、ダメだ。はい。いいよ。よいしょ。よいしょ。こりゃ無理だ。いけた、はい、開けてみよう、こっちが本当のルンバが入ってるんだよね。あれ、テープだ。ああ、よいしょ。あ、ルンバだ。じゃあ出してみよう。あ、結構重い、結構重い。ダメだ、持てん。結構重いよこれ。あ、結構重い。よいしょ。あ、でも持ち上がるぐらい重いっていうか回る。捨てて、しばらく経つと、逆かな、逆だな、はず。逆かじゃないんだ、こっちか。そうだね、そう。あれ、よい、あれ、お父さんやるか。大丈夫。これでしばらくちょっと待つかな。はい、なんかセットアップが一応完了したんで、最初のジョブを、やらせてもらいます。で、ヒア、ニュージョブ、スタート、スタート、動き出した、動き出した。しかもさ、絨毯の上だけどグイグイとね、ちょっと物がいっぱいありすぎて、面白い。ちょっと今引っ越し直後で物が散乱してますんで、すごい、このね、パワーがすごくて、絨毯の段差とかももろともせずにガンガン行く感じだ。これだからちょっと、なんだろう、やっぱ下にいろいろ物を置いて暮らす日本にはちょっと向かないかも。どうだろう、アメリカね、こう物を基本的に床に置かないようなんであれば、なんかうまくいくかもしれないけど、そうだろうね。
はい、ということで今回はこちらで、でーん英語ばっかりで何も読めん。ということで遊びに来た。うわなんじゃ、こんじゃー、丸ごと入ってるのか。こんな感じで入っております。なんか普通のダイソンみたいにこういう感じで綺麗に入ってませんって感じ。なんかいつも髪が雨以外でぐちゃぐちゃに入ってるっていう。もう10も12も13も超えておるパーツの量です。で、なんかね、一番最後に開けたこのマシーンが入ってるところ、実はこれなんか10みたいな。押すとすごいパワーが出ます。いきますよ。風の10。こっちからも出てくる。逆に吸い込む。これだってさ数分だよ。数分つい5分もかけてるね、うん、やば、これちょっと掃除したくなるね。これいきますよ。っていうかこれさ、日本のダイソンよりさ、いやこれパワーすごいね。だからね、吸引力ってる音がさ前のと違くない？吸引力がやばくない？これうわ、マジか。すごいな、これ。うわ、埃がまっ。